お願いいたします。どうも、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 秋田社長、どうもありがとうございました。さて、たけしさん、あの番組収録後にこちらに駆けつけられたということなんですが、皆様にまずご挨拶をぜひお願いいたします。自分は何年の前かな、交通事故を起こしたら、脳に異常があると言われて、で、人は、普通の人は落ち込むんだけど、もしかすると俺は脳に障害があって、その神経を取り除く手術をしなければ、天才画家になるんじゃないかというようなことを考えて、東京医大の方で、俺の脳は触らせないって言って、そのアクリルから絵を描いて、ゴッホのひまわりの真似をしたんですけど、似ても似つかない。あまりにも広い絵で、やっぱり手術してもらおうかなと思ったんですが、自分でこう絵を描いて、時間を潰すことが、いかに面白いかというようなことに気がついて、それ以来ずっと、絵を描いたり、沖縄行って、サイさん、ボグネンさんという、版画家の先生に道具をもらったりして、いろいろやってきたら、カルチェ財団の方でフランスパリでやらないかっていう、本当に僕は何を考えているのかよくわからないですけども、やったらなんか向こうで大成功して、今嬉しくてしょうがなくて、文化勲章でいただいて、芸術勲章か。なんか、すごい嬉しかったんですけど、また松屋で、このようなものを、ちょっと違う形で、官邸のファンデーションとは違う形で、やっていただけるということになって、本当に今日、初めて会場に来たんですけど、もうほとんど私の力ではなくて、美術アレンジャーの皆さんのおかげだと、私も自分の作品なのに、ああすごいなって喜んじゃったりなんかしますけど、よく見たら自分の絵だったりなんかして、そのぐらい結構面白かったです、おかげさまでこれがお客さんみんな多数の人に見ていただければ本当は幸せです。宣伝の方はよろしくお願いします。あと、女が眠るときって映画があるんですけど、そのことはどれもいいですね。たけしさん、今回はビートでも北野でもないアートたけしということなんですが、改めまして、本当に先ほど出来上がったばかりのこの会場に飾られているご自身の絵、100点ご覧になって、いかがでしたか、こうやって。もう本当にどうしたら全部売って、一人楽に暮らし合いになりますけどね。俺ね、売ったことがないんで、もし行って10円なんて値段がつくとですね、大損害ですから、ね、やめます。でも、本当に絵というのは面白いので、松屋さん、デパートも同じですけど、その配置っていうか、展示の仕方によって、これほど変わるのかとは、初めて聞かせてみました。本当によくアレンジしていただいて、感謝してます。先ほど、たけしさんと私、一度回らせていただいたんですが、たけしさんの年代も作った時代もちょっと違うようですけれど、改めて100点を見て、あ、この作品はこの時こうだったなって、印象深いものは何かおありでしたか？ね、印象深いけど、だから絵を見て、その時の状況を思い出してね、だから。あ、この時はお酒飲んでわけわかんなくてイライラしてたなぁとか、どう見ても下手な絵なんだけど、これをコンテンポラリーアートとかいう名前をつけてうまく見せようとかいろいろ作戦で言ってたような気がしますけども、どうせバレますけども、
たけしさんは映画も撮られ、ご自身もテレビに出演され、俳優もされ、その中でどんな時にこの作品は作られたんでしょうか。誰も相手にしてくれる人はいないんだけど、妖怪でも女の子がいるわけでもないし、酒が飲みすぎだし、また寝る気にはならないし、しょうがないから絵でも描こうかなというようなことで、そんな職業ではないので、本当に適当です。たけしさん、その作品を描いてらっしゃる時とかのその様子をどなたかに見せることっていうのはあるんですか、それともお一人で。私は石坂浩二じゃないんでね、仕事なんで使わせるとかですね、女の前でデッサンをするとか、そういうことはあまりできないんで、それで、ズボンの入れるぐらいの姿を見せるぐらいで、あとは、ただ、自分の作品で、後で考えると、いい絵だったなっていうときは、まあ、必ず、ゆだれ垂らしてますね。ゆだれですか。だから絵塗っててダロダロってゆだれが出るとき、ああバカみたいと思うんだけど、あそれだけこう真剣になってたんだっていう時間があって、その時はまあ自分にとってはいい絵だったなっていう感じがしますけど、作品を作られている時の時間っていうのはたけしさんにとってどんなお時間になりますか。あ、時間も時間を殺した気分だったんだろうね。時間を忘れるために書いてるだけで、気が付いたらそのまま F で水の中突っ込んで寝ちゃったってなんかしてるんで、まあテレビも面白いのなきゃ絵描いて大したもの描けなきゃやめるっていうのを繰り返してるから、